はい、皆さんこんにちは、こんばんは、きもちめさぎです。あ、おはようございますの方もいらっしゃるかもしれませんね。ちなみに私は寝起きでございます。それではドラゴンクエストモンスタージョーカー2、ちょめちょめうさぎが実況プレイしていきたいと思います。よいしょ、宝箱開けます。小さなパーツを手に入れた、やった、前回ですね、雪の壁を壊そうと、ブオーンを呼ぶために種火を探していたんですね。で、その、ここに来たんで、見つけたんですけども、キストーラさんがダースルフェンにまたもやいじめられてまして、取れへん、もういいや、いじめられてまして、まあ、まだダースウルフェンと戦ったんですね、前回。まあ、楽勝でしたね。楽勝だぜでしたね。さあ、それじゃあ、また多分、ブオン君来ると思いますんで、ちょっと呼びに行きましょうか、ブオン君を。雪の壁を壊すのではなく、ブオン君を呼びに行きましょう。どういうこっちゃねんって話ですね。ここ、ギガンテスの足跡あんのになんで言えへんのかな。あ、戦ってまいりました。戦ってまいりましたよ。ホークブリザード。なんかホークブリザード見たらあれですね、なんかなぜか二軸弱を思い出してしまいますね。なんでかな、なんでやったっけな、ホークブリザード二軸弱なんか関係あったっけな。まあいいや、二軸弱といえばテリーのワンダーランドですね。なんかマダンテですね、コアトルですね、メタルキングですね、ミレイユですね、星降るですね。あれはね、正直言って未だに勝ててないですからね。ぶっちゃけミレイユさんに未だに勝ててないですからね、恥ずかしいことに。はぁ、あ、ね、あ、来ました、来ました、ちょうど来ましたよ、ブオン君。滝が積んである、気をつけますか。はい、ふぃーん、ぐりりー、ふぃーん、ふぃーふぃー、お、来ました来ました。仕事疲れたな。今日はもう寝よ。サラリーマンかって話ですね。これなんかあれですね。なんかあのスタートダッシュの時みたいですね。なんかよーいどん。なんかあのほらシャトルランかな。なんか昔中学校でやったことがありますね。なんか。ああいう感じのポーズで、これ何回目、3回目ですね。もうさすがにあれですね、飽きてきましたね。このモンスター図体がでかいだけであまり頭が良くないみたいね。さあ行くわよ、シャルロットちゃんはきっとこの先にいるはずだわ。頭良くないとか言ったんだよ。優雅に歩いてますね、キストーラさん。俺優雅に歩けへん、歩こうと思って走ってます。あれ、なんでここにいるんだろう。あ、なるほどなるほど。いやー、顔面から、またもや顔面から行ってます。シャーロットちゃん、シャーロットちゃん、お、なんかありますよ。こんな雪のところに尿生えてますね。これも頑張りや、ど根性薬草ですね、これは。あれ、モンスターがおらんな。シャルロットちゃんボスやったらどうしようって今思ってるんですけど、それはないですよね。ね。シャルロットちゃんがボスとかないっすよね。体力大丈夫かな、みんな。あ、いいですね、いきますね。多分、このエリアのボスが出てくるんじゃないですか。あ、まだ結構ありますわ。地図見たら。ボスなんやろな。シャルロットちゃんじゃ、狼の親玉とかかな。なんかそういう感じがしますね。あのダースウルフェンの親玉がギャーって出てくるかもしれませんね、もしかしたらボスで。自分は第一予想それで、はい。お、あー、ブリズニアンかな、ね、ね、新しいモンスターかって思いました。あー、なるほど、こっちは降りられるね。相変わらずキュートやないか。おー、なんか際どいとこありよう行きますね、この子は。おー、落ちる落ちる。あれなんすかね、ん、あれなんすか、尻尾長いの。待て待て、お、あかん、待て、イエーイ、おー、リザードキッズやん。
スカウトしよう。はい、スカウト。はい、スカウト行ってみよう。ダッシュ。23%。44%。72%。どうだ、これはどうだ、どうだ、どうだ。いったー、スカウト成功でございます。やりました。押す、押す来い。メス、メス、メス。ショック。じゃあねー。じゃあリザコちゃんにしましょうかね。リザコ。適当じゃないですよ。一応考えましたよ。俺は考えた。ね。ちょっとメスがショックだったんですよ。ここリザードキッズ出てくんね。なんか嬉しいな。もっと出てこないかな。出てこい。お、いましたいました。ちょ、オスが欲しいですね、リザードキッズの。オスが出るまでチャレンジしようかな。はい。スカウトさせてくださいね。あ、不意をついてるんでしたら、あれ、テンション高めよう。あ、間違えた。攻撃じゃない。ダッシュ。よし、スカウトしましょうかね。オスが欲しい、切実に。11、わお。わお、27。40%。ダメでした。切れました。欲張ったらダメですね。やっぱ1匹で十分でございます。おお、わお、わお、予想外に食らう。チャラララララ、チャラララララ、チャラララララ、チャ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 。冷たい息、予想外に食らいますね、あれ。フォークブリザードに覚えさせたろ、コールドちゃんに。コールドスリープのスキルを上げたら、覚えるはずです、冷たい息は。多分。いっぱいおるー。いっぱいおるいっぱいおるけど、あえてスルーで。どう来たっけ俺。これこれ。あ、ちゃうちゃうちゃう。進んでまうわ。ちょっともうちょい探索を。あれ？ん？こうこう。そうそう、こう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 。リザードキッズなんか、青いですね。なんか着色料使ってるみたいに青いですね。オッケー。オッケー。オッケー。あれ？相手蹴ろう。あ、毒消しそう。毒消しそう。見てくださいね。ほら、めっちゃ着色料使ってるような感じしませんか？なんか体に悪そうですね、あのリザードキッズ。大丈夫かな？よいしょ。お、なんかありますよ。鉱石かな？ほ。石ころ。定番ですね。石ころ。もう何もないか。よいしょ。あ、リザードキッズか。もう遠目からじゃ何がなんだか。ちゃっちゃららじゃーん。ちゃちゃちゃん。じゃあちょっと回復しまーす。よいしょ。ボスが来たらダメなんで。ほい。で、ほい。あ、下の子回復してるな。よし。完璧。経験値は、うん、OK。よし、行ってみよう。あ、もういい時間ですね。お、シャルロットちゃん降りましたよ。やったね。でも、ちょっとね、もう9分30秒いきそうなんで、そろそろやめたいと思います。次回、アフレコ、あ、ちょっとね、調べたんですけど、アフレコじゃないかもしれません。もしかしたら、アテレコかもしれません。もしかしたらね。まあ一応、アフレコで言ってきますけど、アテレコとアフレコの違い何なんかな？また、そういうのまた教えてください、コメントで。ね。はい。コメントにすがりすぎな、ちょめちょめ詐欺でした。また次回も見てください。ありがとうございます。